国鉄六十系客車。国鉄六十系客車。国鉄六十系客車とは、日本国有鉄道。国鉄は1949年、昭和24年から、木造客車を改造して、構成客車とした客車の形式群である。このグループを総称する形で交代化改造車とも、呼ばれる。太平洋戦争後の1947年。 昭和22年2月25日、八高線東反応駒川間で、客車列車が脱線転覆し、184人が死亡する事故が発生した。詳しくは、八高線列車脱線転覆事故を参照。この事故は、現代に至るまで、日本の鉄道市場における死者数第2位の大事故として記録されている。事故列車は、木造客車で編成されており、 構造脆弱な木造車体が転覆によって大破したことが死者数を増大させたと考えられた。鉄道省、国鉄の前身が新規製造の客車を構成客車に切り替えたのは1927年、昭和2年であり、八高線事故時点ではすでに20年以上が経過していた。しかし、この時点でもまだ国鉄保有客車数1万800両の約6割が 木造客車であり、ローカル線の普通列車では、木造客車が当たり前、それも古い雑型客車さえ、珍しくない状況であった。これらの木造客車の多くは、明治時代末期から大正時代末期にかけて製造されたもので、製造後最低でも20年から40年程度が経過し、全体に老朽化が進行していた。また、戦時中、戦後の国史や資材難によって、 内外の交配は進み、木造客車の根本的な整備には、公正客車と比較して莫大な費用がかかると試算された。そして、八高線での事故を契機として早期に、木造客車を全廃し、公正客車に置き換えることが強く望まれるようになった。だが、当時は、戦後の混乱期でインフレーションが進行しており、短期間のうちに公正客車を大量に申請して、 木造客車をすべて取り替えることはコスト的に困難とされた。また当時の鉄道運営を管轄していた新中軍は車両振動許可には消極的で度重なる車両増備の要望にも容易に応じなかった。これらの課題の対策として木造車の改造名目で安価に構成客車を製造する高代化と呼ばれる手法が取り上げられた。 木造客車を構成する部材のうち、もともと鋼鉄製で、流用の効く部材の台枠や台車、連結器などを再利用し、構成の車体のみを申請するものである。国鉄では、戦前の鉄道省時代に同様な手法で、車体の老朽化した木造電車を構成車体に改造する工事を大量に行った実績があり、 また少数ではあったが木造客車の構成化工事の思考例もあった。木造電車は客車よりもドア数、開口部が多く車体強度が劣り、加減速も頻繁で老朽化が早かったのが、戦前からの早期改造着手の原因である。戦前の木造電車改造は、構成化改造と呼ばれたが、戦後の木造客車改造については、それと区別する目的で、 交代火改造と呼ばれた。膨大な改造量数となる。この計画の実現のため、国鉄では、新中軍で国鉄の運営を管轄していた CTS、シビルトランスポーテーションセクションイコール民間輸送局の担当者を、ラッシュアワーの総部本線両国駅に案内、窓やはめ板の破損した老朽木造車に寿司詰めとなった乗客が、 窓から上降している危険な現状を実験させた。さらに、過去の事故における木造車と構成者の被災状況記録なども比較提示し、木造車の老朽化対策が喫緊の課題であることを懸命にアピールしたという。この結果、国鉄は1949年、昭和24年から高耐化改造に着手できることになった。高耐化改造の場合、 客車の製造費用を従来の半分程度に抑えることができるとともに、安全対策を主眼とした既存車両改造名目のため、車両心臓に関わる制約を受けずに済んだ。これらの交代化客車は他の正式構成客車などとの区別のために60番台の形式を付されており、このことから後年になって便宜上、60系客車と呼ばれるようになった。 普通列車用木造車の置き換えが主目的であることから、そのほとんどは三等車もしくは荷物車、号作り車として製造された。最大の流用部材である大枠には、1919年、大正8年から1927年にかけて、製造された 2800mm 幅の広幅車体を備える、鉄道省大型客車の UF12.15 などが、主に再利用されている。 これらの木造二軸ボギー客車は、車体長が17メートルであったが、1929年、昭和4年以降国鉄客車の車体長は20メートル級が標準となっていたことから、高代化改造車も20メートルの車体長とする必要があった。そこで補充車と称して、1910年、明治43年から1919 19年、 大正8年頃にかけて製造された2500からに 600mm 幅の車体を備える鉄道員基本計客車の木造車体を解体し、残った幅狭大枠、UF-11 などを4等分に切断、大枠延長用部材に加工した。こうして得られた部材を前述の大型客車4両の大枠の切断面にそれぞれ挿入して継ぎ足した。さらに車端部は、 構成客車並みの構造に改装、大写真皿位置を木造に軸ボギー車よりも若干車体中央寄りに変更して、オーバーハングを拡大し、構成車用の20メートル級大枠に延長改造したのである。大枠の幅こそ、新旧で、差はあったが、主たる部材の水蛍光材、チャンネル材は中型客車、大型客車とも8インチ級の同一断面で、互換性があったため、 挿入部材への流用が可能となった。この結果、17メートル級の大型客車4両と、基本形、客車1両の稽古量から20メートル級の高体化改造車4両ができることになった。実際に高体化客車の床下から台枠を観察すると、延長改造時の切断、接合の痕跡を確認できる。しかし、書類上はともかく実際には、 タネ車に関わる事情は複雑で、極力輸送力に影響を与えないように工事を進める必要があった。そのため、車種を問わず、状態不良で旧車となっている車両から優先的に工事を実施した結果、実際のタネ車と車席が一致しないケースが少なからず生じた。また、17メートル級大型客車用大枠に、長径大枠と漁服系大枠の両方が、 混在していたことや、工事を担当した各国鉄鋼が用いた工法の相違などから、大枠は同一形式であっても同一形状であるとは、限らなかった。さらに一部では、もともと20メートル級のサイズがあった28,400系、木造三軸ボギー客車、大行産 AB 車、優等列車用などの大枠、UF41.42 度を改造して流用した、ケースも見られた。 木造車の大枠は、ネジ式連結機が標準の時代に製造されたものがほとんどであるため、交代化の後も、大枠端部には、ネジ式連結機時代のバッファー取付穴の痕跡が残っていた。木造車からは、大枠だけではなく、TR-11 系大車や自動連結機、自動空気ブレーキ機器などの使用機器もオーバーホール、調整の上さえ利用された。 暖房すらなかった70系潜在復旧客車とは異なり、まともな旅客サービスが可能なよう蒸気暖房装置が装備されたが、これも構成車で標準の低圧式でなく、主車の木造車から配管を流用した旧式な高圧式で、これは特別に当社のスロ60型も同様であった。交代箇所年度は暖房管の長さも17メートル木造車時代。 そのままで20メートル化された結果、車端部には暖房がないという低堕落であったが、さすがに1950、昭和25年度以降は、車体全長に延長された。さらには、取り壊される車体部分からも、座席の土台となる金属製の枠や、荷棚の金具など、再利用可能な部品が極力流用された。もっぱら普通列車での運用が前提であったことから、 接客設備等は、木造車並みの部分も多く、安全対策のために車対抗体を構成に改造しただけで、同時期の完全申請者、スハ43などと比べると、乗り心地や居住性の面では劣った。車内は、ベニヤ板内装のニス塗り及びペンキ塗り、窓の日よけはすでに客車、電車用として巻き上げ、カーテン、 ロールスクリーンが出現していた時代にもかかわらず、二重窓となる北海道向け車以外では、旧式な木製の鎧戸が用いられた。しかも戦前形の車両のような二段分割鎧戸で、なく、一段式、明かり取りの隙間を最下部に残す構造として、工数を軽減していた。なお、初期のオハロ60オハフ60は、木造車並みの強幅窓、700ミリメートルであったが、 木造客車は落とし込み式の加工窓であるのに対し、構成客車は上昇式の窓構造であり、一部の私鉄港、耐火電車に見られた窓ガラス、窓枠に至るまでの再利用はなされていない。座席は木造車並みの木製せずりで、スハ32系以降の20メートル急性式3等客車が定員88人であるのに対し、交代貨車では快適性。 居住制よりも輸送力を重視したため、木造車並みの狭いピッチとされ、ボックスが左右一組ずつ増えて、定員96人、緩急車では正式定員80人のところ88人となった。当初はもっぱら、ローカル線の短距離運用向けと想定されていたため、極限まで定員を増やす目的で洗面所を省いて、便所のみ設置とすることも考えられていたが、 それだけでも4人定員が増える、車体の新しい車両は長距離運用にも充当したいという意見もあって、洗面所スペースが一般客車同様に設置された。また、高耐化改造車の標準台車として用いられた TR-11 は、明治時代に鉄道産業局で設計された台車に由来する旧式の釣り合い量、イコライザー式台車であり、 軽量な17メートル級木造車での使用を前提とする設定であった。それゆえ、大型化された20メートル級構成車体とのマッチングが悪く、高速走行時の動揺がひどかった。しかし1960年代までは、客車そのものが極端に不足していた当時の事情から、結局、本来を波35系、または素波43系を重当すべき、 急行列車にも、これらの代わりに60系が連結されているケースもなく、なく、遜色急行等と揶揄された。特に、予備車や普通列車用車両まで動員せねばならなかった、臨時急行列車や団体専用列車には、このような例が頻頻と見られた。おはに63に関しては、製造当初から急行列車や特別急行列車に使用することを考慮されていたため、 当時標準の急行列車用申請者であるスハ43系に合わせた客室構造になっていた。セズリはモケット針で頭も垂れを備え、座席間隔も標準サイズのゆとりが確保された。さらに、リクライニングシート装備の特別に当社に系列、スロ50、スロ60も交代化名義で製造されているが、これらは実質大枠のみ木造車流用で、台車は 乗り心地の良い中高生で軸ばねをウィング羽根とした新設計のものを心造している。スロ60型は資材手当の関係条項対価客車となったほか、スロ61スロ50型は申請者の予算で作られた経緯がある。1949年、昭和24年から1956年、昭和31年の間に全国の国鉄工場及び主要な 民間車両メーカーのほとんど、さらに戦後、鉄道車両業界に新規参入したメーカーまで、文字通り総動員して製作された。関与した、工場、メーカーは、以下のごとく膨大である。同時に、厚生客車の申請も進められ、大枠流用の対象から外れた、基本、中型客車の約半数と、雑系客車の淘汰による、不足分を補った。 1949年、昭和24年に登場したオハ60系は小さな窓が並ぶタイプ2ボックスに対し 700mm 幅の窓が3枚であったが、翌1950年、昭和25年からはオハ35系と同様、窓を1ボックスごとの大窓 1000mm 幅としたオハ61系に移行した。さらにこれの側窓を2重窓化した。 北海道向けのオハ62系も製造された。また、このグループは年度ごとの設計変更が少なく、形態の変化があまりない。それまでの客車と比較して、外観上のバラエティには乏しいが、例えば、苗母工場志向車の妻構えに補強用のリブがりつけられるなど、各担当メーカー、工場ごとに細部に相違が存在した。なお、 交代化改装進行途上の1952年、昭和27年6月の部内会議では、国鉄車両局から交代化客車の内装、材質について、安全に支障のない範囲での工数削減や、仕上げ簡易化、実用に支障ない範囲でのメーカー手持ち部品の使用、材質のランクダウン許容、標準より、軟質のラワン材の部分使用を認めるなどの、使用変更が提示されている。 これはコスト問題などで木造車交代化が計画より遅れ客車需給が急迫していた当時の輸送状況やすでに交代化工事に参加していた民間メーカー以外にも新規参入するメーカーが生じたことが経にあったこのあたりにも多少仕上がりの質を落としても交代化全体の促進を優先し交代化改造を急がせた当時の事情が伺われる 当時、木造車交代化に重点が置かれたことで、交代化優先順位を後回しにされた、木造客車の老朽は一時、より一層深刻化した。1951年、昭和26年5月には、総武本線四街道駅にて、木造客車の速攻が、乗車率300%に及ぶ乗客の圧力で、外側に膨れ出して、破損、運転不能となる。 現在ではありえない事故まで発生している。このため、国鉄では使用に耐えられない木造客車を緊急廃車にしたが、影響で木造号作り車の多かった郵便車が不足し、穴埋めに、おはゆに61型が大増備されるという一幕もあった。この高耐化改造が1955年度までに終了したことで、国鉄では営業運行に使用される木造車を全廃した。 ただし、救援者など事業用車については、1965年頃まで木造車が残っていた。なお、1067mm 期間の私鉄については1970年代前半まで、茅谷鉄道や大分交通など一部の事業者で木造車が営業運転に使用されており、さらに 762mm 期間の小小谷鉄道では外反に後半を打ち付けあったが、 木造車が1977年、昭和52年の廃線まで現役で使用されていた。各形式車号の新旧対象及び改造所については、国鉄60系客車の新旧番号対象を参照のこと。高耐化改造が始まった初期に改造されたグループ。窓幅は 700mm で、座席に区画で窓が3枚という、 木造車時代の窓割りを継承している。高耐化改造が安全対策のための工事であることを強調し、新中軍から改造の許可を得やすくするために、あえて木造車時代の古い様式で設計されたという。1950年、昭和25年より70両が改造された、定員88名の北海道向け京窓タイプの三等環球車。雨戸は、 装備されている。この車両が登場した当時は、すでに本州向けとして1メートル窓のハフ61系の改造が開始されていたが、当時は1メートル窓の二重窓化が技術的に難しかったため、京窓として落成した。1974年、昭和49年には一両が新幹線節外対策試験車、親90系に改造されている。このグループ以降から、 窓幅が1メートルとなり、近代的な外観となった。便所もタイルでシーリングされた、汽車便所スタイルとなり、水タンクも増量、700リットルのものを床下に1個装備に変更さ、長距離運用を可能にした。このほか、木造に当社の代替用として、オロハ61系も計画されていたが、 改造費用が安いマハ47型改造のスロハ38系のゾービーが決まり、実際の改造工事には至らなかった。オハ61系の北海道向けとして、高耐化改造されたグループ。窓幅は1メートルで、20窓と巻き上げ式カーテンを装備している。床下の蓄電池も大型化され、歯車式車軸発電機を装備している。 北海道や東北北部で使用された、後天的な改造であるが、一部の車両には、混合列車での使用のためにダルマストーブや、独立暖房装置、運気暖房機が取り付けられていた。1951年より130両が改造された、北海道向け3等車。あとに6両がキハ40、初代や、キサハ45に改造され、 1974年には1両が新幹線雪害対策試験車、親90系に改造されている。1954年より30両が改造された北海道向け3等環急車。あとに5両がキハ45、初代に改造された。オハフ61型から編入され、グループは蓄電千葉子が在来のオハフ62型よりも小さい。 通勤用として、オハ60系の座席をすべてロングシートに改造し、吊り革を設置したものである。デッキとの仕切り壁は損置され、客室側に灰皿、計4箇所を備える。仕切り扉、通路幅も拡大されていない。1963年より15両が製作された。一部の車両は座席が車端まで設置されていないのが確認されている。 従来使用されていたオハ30オハフ31系、それぞれに2代目の老朽化を置き換えようとして、1969年に和田三崎線専用車として、オハ61系を後藤工場で改造した車両である。オハ61型を改造したオハ64型が5両、緩急車のオハフ61型を改造したオハフ64型が2両あった。和田岬線は、 通勤時間帯の混雑が著しく乗車時間が短いことから便線面所全座席が撤去され申し訳程度のロングシート座席定員15名と吊り革が設けられたロングシート真上の部分以外は網棚も撤去している定員はオハ64型が120名オハフ64型が111名和田三崎線は兵庫駅 和田三崎駅ともに同一方向にホームがあるため、後年になってからこのホーム側の側面のみ、車体中央部に外吊り式の手動乗降扉が新設された。台車は木造車から流用した TR11 を取り外し、他形式からの廃車発生品である TR23 に取り替えた。短距離運転のため車軸駆動発電機では十分な電力が得られず、 蓄電池を増強している。イベント用、保存用以外の旧型客車としては唯一、JR グループに承継されており、国鉄最後の一般営業用、旧型客車として知られたが、1990年に木波35、木波35系300番台に置き換えられ、廃となった。形式としては、以下のものがある。当初から優等車として製造された、スロー60系。 スロ50型と、後年大六61から改造されたもの、及び、和式客車がある。1950年度に、高代化改造により、大井工場と大宮工場にて、計30両が製作された特別二等車。日本の二等車として、初めて自在腰掛けが採用され、特別二等車の初形式となった。室内は、列車の進行方向に合わせて回転できる二人掛けの、 リクライニングシートが22脚設置、定員44名され、客室窓は1000ミリメートル幅の広窓になっている。便所は、洋式のものが前後に一箇所ずつ設置され、水タンクも増量、床下に700リットルのものを2個設置された。台車は乗り心地を改善した、中高枠ウイングバネ式台車の TR40 を装着している。計画の段階では、 特別二等車という等級の設定は考慮されておらず、一等車として落成する予定であったため、床下への冷房装置搭載スペース確保や、冷風ダクト設置などの冷房取り付け準備工事が施されていた。後に、六両が荷物保管室を車掌室に改造する工事を施行され、100番台、113から118、原番号プラス100となった。 冷房化工事の対象外になったため、荷物車への改造あるいは廃車により淘汰され、スロ五50系ともども、クリーン車になった車両は存在しない。1950年度に、高耐化改造により、大宮工場にて重量が製作された特別に当社。当初は、完全申請者として計画されたが、価格面で、メーカーと売り合わず、国鉄工場製の高耐化改造車として、 制作された。そのため、スロ61型として出場したが、申請者の予算で抗体化改造が施行されたため、予算処理場の都合ですぐに、スロ50型に改め形式され、抗体化改造の名板も、申請の名板に取り替えられた。基本的な構造は、スロ60型と変わらないが、座席のピッチが狭くなり、定員が48名となった。 これにより窓割りも変更され、700ミリ幅の強窓が並ぶ形態となった。便所は前後2カ所にあるが、和式に変更されている。この設計は、後に申請された、スロ51系、スロ52型に踏襲された、スロ60系、スロ50系ともに、一等車、二等急性時のの冷房改造工事の対象から、外されたため、大部分の車両が工日の荷物車、 マニ36系、マニ37系に改造された。急行、準急列車に連結されていたリクライニングシートを装備しない休憩二当車をリクライニングシート車に置き換えるため、1959年から1962年にかけてオハ61型を改造し、特別二当車としたもの。増備中、1960年に 等級性が3段階から2段階となったため、一等車となる。設備的には、当時の客車特別に等車では最新だったが、同じ高代化改造車でも、初めから特別に等車として登場した、スロー60.50型とは異なって、純然たる改造車であることがわざわいして、隠した扱いされ、いわゆる、特路の範疇からは外されることが多い。既存の便所、洗面所側とは、 逆側の車デッキが潰されて便所が増設されている。室内は内張りがベニヤから樹脂化粧板に張り替えられ蛍光灯が装備された。座席はリクライニングシート11列44席に変更されている。改造車のため窓割り 1335mm と座席間隔 1270mm は一致していないが室内前後長の余剰から 標準寸法の 1160mm より 110mm も大きな座席間隔となっている。一方、断熱は不十分だった模様で、陶器の保温性が悪い傾向があったという。台車は改造時に乗り心地改善のため、重軽客車同様の TR-52 に振り替えられている。重いす、旧車が主流であった一等車の中では、特に台車の軽さもあって自重が、 比較的軽く、電気暖房を取り付けても応急に収まった。このため、薄い峠越えの区間を抱え重量制限の厳しい、新越線系統をはじめ、勾配区間の運行が多い上の発着の客車急行列車は本形式の独占上であった。国鉄初の団体用は式客車スハ88系、1960年に三軸ボギー式客車を改造に続いて、 1961年に、オハ61から改造された和式客車。2両が製作され、主として定期旅客列車に団体用として増結する形で用された。改造当初は普通車扱いだったが、1972年にグリーン車に改め形式された。なお、ハフ80型にはこれ以外に35、軽客車からの改造車もある。 スロ62スロフ62型を1972年、昭和47年から改造して製作された和式客車。それ以前の和式客車が、冷房なしで居住性が不十分だったことから、冷房搭載車のスロ62グループをベースに、和式客車のみで蘇生された、半固定編成を組む前提で改造をされた。1970年代は、急行列車の特急格上げが進み、 客車グリーン車が余剰化しつつあった時期で、スロー62グループがまとまった主車とされた形である。車端部の洗面所と洋式便所を撤去して、物置に改造し、デッキ横の洗面所と和式便所は残された。固定編成運用されたが、冷房電源エンジンは各社個別搭載、暖房は旧型客車の基本方式である蒸気暖房及び電気暖房で、 和式客車改造以前と変わらない、改造主車となった、スロー62スロフ62は、車電気暖房併設改造済みの2000番台車。1983年8月には、東京南鉄道管理局品川客車区、現、東京総合車両センター、田町センター配置の和式客車が、臨時列車、お座敷踊り子として運転された。これは、 旧型客車による特急運用の最後の例となった。最後まで在籍したのは JR 東日本水戸支社の触れ合いで、元は東京南鉄道管理局の和式客車が1986年に12軽改像の江戸に置き換えられて、水戸客車区、水戸運転所に転属したものだったが、1990年7月に廃車となった。 当初の計画では17メートル級のままでの後退化が計画されたが、結局前形式とも20メートル級として改造工事が実施された。こちらも当初は17メートル級のままでの後退化が計画されていたが、全車20メートル級として改造されている。本系列を種車に床下にエンジンを搭載して、機動車一部は機動不随車化する改造が少数行われた。 本系列では2両のおはに36型が胴体保存されているほか各地で生体保存されたり店舗や倉庫等に利用されたりしているものがある。2011年に C6120 復活に合わせて再整備工事が実施され同センターに所属する他の旧型客車と共に乗降ドアに作上装置の設置が行われ同時に側面に表示灯が設置された。 さらに同社の微灯を LED 方式に変更した。また C6120 復活に伴って旧型客車の整備が発表された際、目覚ましテレビにて紹介された客車が同社である。保存後解体、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。